それでは改めましてよろしく務めさせていただきます。ではまずはこの毛下しを持ちまして、この空間に漂う悪い毛を打ち崩していきましょう。それでは。ではこちらにランプがございます。このランプの蓋を開けまして、私の毛を注入していきます。このオイルランプの中には私の毛が今たっぷりと注入されました。とろみのある毛でございます。ちなみに私どもはキノコと毛と言っております。木よりもさらに上等にあたるものが毛でございます。決してこちらの髪の毛のような毛ではございません。こちらの火は私の毛によって燃え盛っているのです。続きまして、香りをこの空間に立ち込めましょう。このように火で炙りまして、こちらの灰にうずめます。
そしてここに浄化された毛をひとすくい注ぎ込みます。こちらの雲母の板を静かに乗せまして、2000年前から伝わる私どもの香木をこちらの上に乗せて、この空間の毛をさらに浄化していきます。それでは早くも足がしびれてきましたので、ちょっと足を崩させていただきます。次は何だったっけな、では、近くへ寄ってください。あなたの運はとてもいいですから、あまり強くない方がいいでしょう。そうですね。ですね。まあ、4号と。まあ、そうだな。4号と2号でいいでしょう。この中に浄化された毛が入っております。これを、さあ、もっとこっちへ近寄ってください。かける。おまけにもう少しいっときましょう。この6号の砂も。つまみといったところ。それでは、あなたの内側に込められた悪い毛をこちらの毛下しで今から浄化いたしましょう。これはですね、頭にコツコツコツと当てながら、私が今から、2000年前から伝わる経をですね、唱えさせていただきます。でも痛いですので、昔の方はですね、血を吹きながらも我慢してこの毛下しを受けたものでございますけれども、昨今はそのようにはいきませんので、私どもは、こちらの、ヘルメット用意してございます。これをですね、頭にかぶっていただきまして、顎ひもを止めまして、それでは毛下しを始めさせていただきます。
では紹介いたしましょう。これで十分にあなたの身とこの空間と毛は整って、悪い毛も浄化されていることでございましょう。しかし悪い毛というものは少しずつではありますが、あなたの心と体に蓄積をしていきます。ですので今から行いますのは予防と言ってもよろしいでしょう。さあ近くへ寄ってください。この聖なる油をあなたの皮膚に叩きつけておきますね。手も貸して。右手。左手。もう一度右手。もう一度左手。足も出して。触れてますね。見たりを浄化します。これはあなたの礎となる石でございます。この石の力を持ってヒヤッとしますよ。ヒヤッと。石の力を持って悪い気が近寄らないようにします。薬草作りをしましょう。はい、よいしょ。あなた様の今のお体と心の症状に合わせまして、いくつか薬草を用意してございます。こちらはですね、今から調合していきます。まずはこれですね、今ある悪い毛をさらに近寄らせないためのこちらの黒い実でございます。葉っぱの部分は、ね、使いますよ。
これ綺麗に取れるんですよ。これポロッとやってみますか。これ、これ持ってここ持ってこうってポロッとね。これもこれ持ってここ持ってポロッと。まあこれだけですと、ね、足りないので実はここにたくさん用意しています、ね。さらにこれは良い毛をですね、さらに高めるためのものです。これも同時に一緒にね、このように混ぜておきましょう。これもそうです。それからこれを全部ドサッと入れましょうね。あのうちの庭に生えていますから遠慮せずにいっぱい使ってもらって結構です。はい、他にもあります。こちらの葉っぱです。うん、分かってます。これはですね、鼻くそが溜まりにくくなる特殊な薬草です。この木くだしを持ちまして、このようにエキスが抽出されやすくなるように、このようにですね下していきます。こちらをですね、この鍋に直接入れましょう。それから、この赤い実ですね。この赤い実もですね、これは劇薬ですので、あまり多くは入れられません。一粒、二粒、三粒、四粒、五粒、六粒、七粒、さらに八粒。これの効能は、なんだか気分が良くなる効能です。さらにこちらに白い実があります、ね。これはハゼの仲間の実でございまして、これを摂取すると、料理がいつもより美味しく感じるようになります。これも一粒、二粒、三粒、四粒、これ全部いきましょう。五粒、六粒、七粒。小さいのもありますから、これも貴重な実ですので、これも庭に入っています。それからこれはミントのような葉っぱです。これは直接鍋に入れましょう。乾燥してますので、しっかりね。はい。それから最後に、こちらの薬草です。これもとてもいい香りがします。これも直接鍋に入れましょう。これの効能は、糖尿病になりにくくなる葉っぱです。悪い毛も浄化してくれます。それではですね、こちらに庭で採れたこの湧き水を適量入れていきましょう。
これはこの横にですね、火をかける火鉢がありますね。こちらに置きまして、グツグツと温めていきます。その間にこちらの実をですね、黒と白と赤の実があります。これをすりつぶしてエキスを抽出していきましょう。抽出し終わりましたら、先ほどの鍋に移します。ではこれが煎じられるまでしばし待っていただきます。その間にですね、聖なる煙を持ちまして、あなた様をさらに浄化していきましょう。あ、忘れていた、こちらのオイルもですね、少し一緒に添加していきます。この様々な効能があります。これは鼻くそがたまりにくくなる。あ、これさっきも入れたか。いや、いっぱい入れておきます。それから、これは目がしばしばしなくなるオイルです。いっぱい入れておきますね。よし、それでは、お待たせしました。こちらに聖なる煙をですね、充満させていきましょう。これぐらいにしときましょう。欲張りはいけないですね。ここにですね、もう一度私の気を込めたこちらの私の毛を込めたこちらの毛をですね、もう一度添加します。いぶさせていただきます。失礼します。しっかり体に浴びてください。しっかりこう肌にすり込むようにして、服にもいっぱいこう取り込んでください。そしてですね、こちらの結合にですね、
聖なる煙を込めさせていただきます。満ちと毛が満ちております。封印されております。それではですね、そろそろ薬が煎じてきましたので、さあではこの薬草水をですね、一思いに飲んでください。たっぷりと作りましたから、残りの薬草水はですね、ぜひご自宅に持ち帰っていただきたい。たっぷりと入れておきますからね。これで終わりでございます。それではですね、詳しくお話をさせていただきますと、こちらのまず血母でございます。私どもの毛とこの聖なる先ほどの煙がですね、しっかりと詰まってございます。完全に封はしておりません。こちらから少しずつですが、毛がふわふわと立ち上っていきます。表裏がございまして、こちら側が裏、こちら側が表です。この表をですね、あなた様の顔に向けていただきまして、夜寝る際に枕元に置くようになさってください。ただし、もしお布団に寝られている場合は、直接畳などに置いてはいけません。何か台のようなもの、例えばこのような台であるだとか、それとか、このような台であるだとかね、お家にございますなるべく高価な、台をですね、使っていただきまして、その上に置くようにしてください。ベッドで寝る場合も同じように、自分よりもなるべく高い位置にですね、置くようにしてください。ちなみにこちらの台も、売ってございます。ご用でございましたらお申し付けなられてください。
続きましてこちらの毛水でございます。私どもの毛と薬草の効果が十分に煮詰まった聖なる水でございます。これはですね、ゴムで留めておりますこの封をですねしっかり取っていただきまして、先ほど飲まれましたようなおちょこございますね、何かありますでしょう。もしなかったらですね、これ先ほど飲まれましたこちらのおちょこ、これもね、売ってございますので、ご用でございましたら私どもにお申し付けになられてください。おちょこで一杯入れていただきまして、夜寝る前にですね一つ飲まれてください。これを全部飲み干してしまえばもう十分と言えるでしょう。もしご用でございましたらもう一度販売もしておりますので、気楽にお申し付けなられてください、ね。そしてですね、今日はこちらの結合と結水と、それから、最初に行いました、占いでございますね。とそれからこちらの払いとで合わせましてですね、合計が